はい、皆さんこんばんは、やすひろです。この前そのレーシングサーキットパークに行った時に、ダッタさんのね、240Z の、なんつったらいいの、カタログを見たんですけど、まさかと思ってね。で、今京商さんのホームページ見てみたら出てるじゃないですか、 240Z。 僕大好きなんだよね。特にこれはね、カラーリングを青にしたね、悪魔の Z ね、大好きなんですよ。で、昔ね、240Z の、ボディが出てたんです、あれは競争じゃなかった、他のメーカーから出てたんだけど、まあ、それを、ブルーに塗装してね、悪魔の Z にして、走らせたんだけど、その時とはまあ全然違う。これね、すごいよ、このスケール感。240Z が大好きだから分かるんだけど、こうライト周りとこのカーブとかね、このグリル、このスカート、そしてオーバーフェンダーね、そして渡辺ホイール、リアのオーバーフェンダーに渡辺ホイールで、ね、このタイヤの出っ張り具合とかね、この、アルミのバンパーとかチンスポイラーね、そしてこの辺りの作りもいいね、最高じゃないですか。そしてやっぱ渡辺ホイール泣かせるね、まるで実写そのものですよ。これはいいね。このライト周りっていいね。そして、リア周り、リア周りのこのスポイラーとかね、このライト周りが泣かせるね。このバンパーいいね。このオーバーフェンダーとか渡辺ホイールね、これ絶対欲しい。そして上から見た船、いいじゃないですか、いい具合にね、これは再現されてますよ。そしてこれライトをつけた状態だ、いいね、ライトつけるかっこいいね。いや、もうかっこいいね、これはね、これ絶対これライトつけるべきだな、これな。そうして、まあまあ言ってみりゃこれがね、ボディーピンがなければもっとスケール感いいんだけどなっていうね、それはわがままでしょうかね、そういうところでもね、このボンネットすごいね、よく再現されてるよ。そして、予約ですね、これはね、GV21EP4WD-FeatherMJ2XZ02-1971 ダットさん 240Z チューンドバージョンホワイト、34427T1 価格は 41,800円、税込み、現在在庫切れで2発台ということで、ただいま、予約募集中ですということで、これがね、こんな感じでね、いいよね、よく作られてるよね。でもちろんね、レディーセットですので、送信機もつきます。こういった感じでね、スケール感抜群じゃないですか。リアもいいよね。これ絶対欲しいよね。そして、タイヤもね、こういう風に渡辺ホイールに合った、タイヤでね、このタイヤはどこでも走るよ。アスファルトだろうがサーキットだろうがね、どこでも走るよっていうタイヤですね。そして、ついてる G の G4L のモーターね、僕今使ってるんだけど、結構これ速いね。トロレーシングサーキットバークで僕が走ってね、26秒台を走りました。速いです。本当にこれだけでも十分楽しめる。そうして、まあ、まあ、こういった感じでね、バッテリーは、一歩バッテリーがいいですよっていう感じで、後ろ、下はね、こんな風にフラットになってますんで、削ることはあります。そしてライトね、やっぱりライトあるとかっこいいね。いいな、これリアもね、ライトつけると実写感あるね、いいですね、かっこいいよ、絶対欲しい俺、ね、これいいね、これいいね、このカット、スカイライン GTR とツーショットっていう、俺 GTR も欲しいんだけど金ないやこれ、いいな、いいショットだな、これは。もう、すごい。かっこいいね。
いや、かっこいい。絶対欲しい。ということで、今日はえらい、安次郎、テンション高いじゃん。だって好きなんだろう。どの車よりもね、この240Z が僕大好きなんだよ。特に Z はね。できればね、これね、白じゃなくてブルーにしてください。そして、悪魔の Z を作ってくれたらね、僕は迷わず買いますよ。ことでね、今回はこれで終了です。お疲れ様でした。さようなら。